壁の多い時代を生きている。だけど立ち止まるのはつまらない。超えていけ。肩書きを、想像を、型にはまった表現を、自分というスタイルで動き出す準備はとっくにできている。超えていけ。壁の多い時代を生きている。だけど立ち止まるのはつまらない。越えていけ。型にはまった表現を、昨日までの常識を、超えていけ。自分というスタイルで動き出す準備はとっくにできている。どう進むかは自分で決める。超えていけ。そうですね、単純にすごく声をかけていただいて嬉しかったです。アディダス自体がやっぱりそのストリートダンス文化といいますか、ヒップホップダンス文化と、とても密接な関係にあると思いますので、僕自身もそういう、こうダンス人生をこう送ってくる中で、たくさんの上をこう履かせていただくことももちろんありましたし、なのでそういう意味でそうですね、今回撮影の中でもいろいろ踊らせていただいたりしましたけど、そういうお声をかけていただけてすごく嬉しかったです。はい、そうですね、黒の、T シャツ、本当に普通にこうポケットがついてる T シャツなんですけど、それの、僕そのなんていうんですかね、シンプルなものでも、例えばこう身幅っていうかワイドだったりとか、そういう形シルエットみたいなものをよく気にして
あの洋服を選んだりとかあのするんですけど、あの黒の T シャツはあのちょっとこう丈はそんなにこうめちゃくちゃ長いって感じでこうルーズすぎないんですけど、こう身幅がちょっと広くてあのちょっとこうゆったり着れる、でもなんかだらしなくないっていうか、なんかそのバランス感覚がすごい素敵だったので、あのすごく好きでした。はい、そうですね、あのやっぱりその着ててこう着心地がいいとかこう動きやすさっていうのはもちろんですし、あと、まあ、そのこう自分の好きなこうモードなものだったりとか、やっぱそういうものをこう、まあ、混ぜやすいですよね、スポーツこうウェアっていうものは。でそれと混ぜた時にとてもこうナチュラルなものになるっていうか、なんて言うんだろうな、こうとてもこう砂自分でいられるそのウェアだと思うので、なんかそういう部分で言うととても自然にこうナチュラルにこう着れるっていうところがあるので、スポーツミックスみたいなのはとても、はい、好きです。まあでも基本的にあのとてもポジティブな性格だと思うので、何かこう大変なことがあったりとかこ う, うまくいかないことがあったり、まあ、昨年なんか特にまあ、世界的にあの本当にいろんな業界であの大変な状態だったと思うんですよね。それがまだもちろん続いてる、っていうのはまあ現状であると思うんですけど、その中でやっぱ何ができるかっていうか、そのもちろんその何でもどうぞっていう状況っていうのももちろん楽しいと思うんですよね。でもなんかできないことがあったりとかうまくいかないことがあったりとか、そういう、こう制約がある時にこそなんか新しいアイデアだったり新しいエンターテインメントっていうのはきっと生まれてくるんだろうなっていうふうにも思うので、だから自分はそういうことに直面したりした時、まあ正直多いじゃないですか、そういう時の方がこう自分の思うようにいかないとかうまくいかないっていう時の方が多いと思うので、そういう時をなんかいかに楽しむかっていうか、いかに自分の工夫とアイディアで、まあ僕は もちろんチームでやらせてもらってますけど、チームでみんなでアイディア出し合って面白いもの楽しめるものっていうのをどうやって生み出すかっていう、だから本当にそうですね、あの全て楽しむっていうのがあの重要なんじゃないかなと、はい、いうふうにいつも思ってやってます。そうですね、でもやっぱり、まあ、僕だけじゃないと思うんですけど、どのアーティストの方もそうだと思うんですけど、やっぱり今あのいわゆるこうライブオフラインのライブっていうのがなかなかしづらい状況はまだまだ続いているので、そのライブっていうものがこれからどういう形になっていくのか、そのライブっていうもののなんか新しい見せ方とか新しい形とか新しい可能性っていうのはどうなんだろうっていう、なんかそこはしっかりこう新しいライブパフォーマンスっていうのを自分たちで見つけて、まあ、もちろんいち早くオフラインライブができるようになるっていうのがあの、まあ、もちろんベストだと思いますけど、こうできないからこそ新しいものを生み出してっていう、なんかそこのライブパフォーマンス、こう今までの規定のライブパフォーマンスみたいなものをしっかり超えて新しいものを生み出していけたらいいなっていうふうに思ってます。